ャチャンネル。納車後400キロ、エクステリア、パッと磨きを狙ったようなデザインなので、人によってはかなり好き嫌いが分かれるとは思います。私的にはメーカーサイトの偏愛 CHR を見て、デザインも細部へのこだわりを持ってデザインされたことにかなり好感が持てました。インテリア、ナビや操作系のボタン等がドライバーを軸に配置されていて扱いやすいです。特にシートはホールド感もあり、座り心地がいいです。天井のダイヤモンドのデザインは必要かと思ってましたが、あのくぼみとサンバイザーとの間に指が入るので意外と使いやすく、小さな発見ですが面白いと思いました。スイッチ類がブルーの灯りなので、夜の車内の雰囲気が好きです。上級グレードの室内イルミネーションがあればもっといい感じになるのではと想像します。あともう少しだけ小物収納できるところがあれば助かるのに。エンジン性能、シフトのモードでかなり印象が変わります。市街地でノーマルモードでの印象は CVT の制御がハイギア無段階なのですが、表現難しいのでギアでお許しください方向寄りに仕向けてるのか、ターボエンジンの特徴なのか、車速が乗ればあまり感じないんですが、ゼロ発進時 CVT 特有の回転上がるが進まないのと相まって、アクセルに対するレスポンスが悪く、頑張って踏んでも自分が思うより前に進もうとしてくれません。逆に言えば多少ラフなアクセル操作でも燃費に余り影響なく走れます。追記800キロ現在、車と自分との折り合いもついてきたのか、乗り始めよりアクセル操作に対する違和感は減。ノーマルモードは1500回転を軸に制御、燃費と実用重視のセッティング。普通に走るなら1800から 2000mAのイメージ。峠で MT スポーツモードで走行しました。2名乗車で3000回転くらいまで、アクセルはハーフくらいで走らせたんですが、アクセルに対してレスポンスも良く、上り坂路でも苦もなく走り、ぐいぐい加速してくれました。スポーツモードも悪くはないのですが、自分の意思が反映しにくいところがたまに出るので、変速のショックもほとんどなく、意外にスムーズクイックな MT モードが個人的にはおすすめです。前車のウィッシュも同様の変速機でしたが、車が車なんでノーマル以外ほとんど使いませんでした。しかしこの車の 1.2 ターボプラススーパー CVTi は、状況に応じてうまく使えば燃費走行スポーツ走行両立できる良い組み合わせだと思います。走行性能、峠の走行時激しい雨ではないですが、路面は雨でウェット、上り下りは別で2車線のヘアピン S 字高速ありのそこそこのペースで走れる峠、どの状況下にあってもオンザレールです。全く不安感なしで走れました。ハンドリングもコンパクトな車なので小回りも効きますし、手応えも一般道走行の軽さとは違い、しっかりとしたものに変わります。乗り心地、ハンドル操作も軽いんで車の取り回しが楽です。一般道では足回りが固めに感じますが、ギャップのいなし方がいいので変な突き上げ感もなく快適です。短距離の高速100キロ走行時にふわっとする感触の時がありましたが、収まりが良かったので問題なし。常に助手席にいた妻に聞いたところでは良だそうです。追記、レーダークルーズコントロールは便利で楽。まだ車の動きに慣れませんが、ロングドライブの際は上手に使っていきたい機能です。燃費、いろんなシチュエーションで走行しましたが、トータルでメーター表示でリッター 12.5 キロです。追記、その後の400キロは 12.4 キロ、たまに元気に走るんで抑えればもう少し伸ばせるかも。価格、基本装備性能を思えば妥当な価格だと思います。オプションをほとんどつけなかった自分にとっては、いろんなものが標準装備されて価格が上がるよりは、オプションを選択しカスタマイズできる販売方法は
ユーザーにとってはありがたいような気がします。総評、次は他社にと本気で考えてました。今でもこの車を本当にトヨタが作ったのと信じれない気持ちです。以前は小林カムイの PV もちょっと懐疑的に見てましたが、今では同意できることばかりです。個人的には購入して本当に良かったなと思ってます。運転が楽しいです。